どうも、天空旅団座長代理チャーリー若松でございます。4年半ぶりに、ダブルブッキングが帰ってくるということで、しかもなんか新宿から今度は何下北沢ね、世田谷の方に移るっていうことでね、まあ大変なわけですが、うちにいた星川光がデニス・ホッパーズの柏木幸太郎とかいう名前だったっていうことでね、大変なことになりますよ。下北沢を絶叫しながら走り回ります。はい、天空旅団必ずデニス・ホッパーズに勝ってみせます。所詮俺たちは空物、お天道様に顔向けできるような人間じゃねえ。しかしいつかはあの空を飛んでみたいと願いつけたその名は天空旅団。ダダンダダン。どうも水谷敦史でした。